10月、昨シーズンから指揮を取ってきたフベロ監督が退任。強化本部長を務めていた鈴木正和が新監督に就任し、チームは再スタートを切った。自分たちがやりたいことを、目指すべきサッカーであったりとか、そういったものを正君は、初っ端にこうホワイトボードに言語化でバーって全部書いて、それを僕たちに落とし入れたので、こうしていこうということをより明確に分かりやすく言語化したのは僕は印象に残ってますね。細かい、すごい細かいところまで書いてあったので、それをピッチの中で多少曖昧になっている部分とかもありますし、そういったことがより明確にこうしていこうっていうことが書かれていたので、もちろんそれは、あくまでこういう方向でやっていくよっていうことだけだと思いますけど、そこでより自分たちがやることが明確になったのかなというふうに思います。10月5日、 J リーグ最多出場記録を持つ遠藤保仁が加入。第26節の長崎戦で9試合ぶりに勝ち点3を獲得すると、4試合連続で無失点に抑えるなど、チームは調子を上げつつあった。試合の中で、もっとこうしてほしい、こういうふうに動いてほしいっていうのは選手間ですごく、フベロの時からそうですけど、共有するコミュニケーションがより増え、またそれが成功体験として、みんなに残ったことで、よりいい方向に行ったのかなと。もちろんあとはゴールが決まれば必然的にいい流れになるので、それも本当に大きかったかなと思います。この時期、途中出場の試合が続いていた小川大輝。それでも自分自身の武器を見つめ直し、限られた時間で結果を残し続けた。外されはしましたけど、自分がやれる自信はありましたし、改めて自分に求められているものが、こういうものなんだなっていうのを再認識できた時間でもあったと思います。途中交代で求められることもより明確になりましたし、ゴールにつながるプレー、アシストもそうですけど、そういったプレーをしてほしいっていうのを言われて、より、自分の持ち味を生かして、相手の脅威になるようなプレーをしようと心がけ、それがまたプレーで表現することができたのは、スタメンでは出れなかったですけど、俯瞰的に自分のことを見ることができて、有意義な時間だったと思います。チーム、そして小川自身が調子を上げていた中で、より自信を深めることとなった試合が第30節の福岡戦だ。前半6分、大分の負傷に伴い今季初めてベンチ入りしていた中川が緊急出場を果たす。前半41分、その中川が大仕事をやってのける。遠藤のフリーキックに合わせ貴重な先制ゴールをマークした。ああいった選手が出てくることで、よりチームの団結力であったりとかも生まれますし、また試合に出れずにくすぶっている選手っていうのは、次は自分だっていうふうに思う選手も多分たくさんいたと思うので、すごくチームにいい相乗効果をもたらしてくれたかなと思います。その後は八田直樹の好セーブや小川幸輝の追加点もあり、福岡に2対1で勝利。直近のリーグ戦5試合で4勝1分けとした。首位相手に僕たちもまだまだ全然可能性が残っている状況の中で、首位福岡を叩けたことは、非常に大きかったと思います。今年の北九州でやっている福岡のように連戦を積み重ねるってことが、J1 昇格に向けて一番大切なことだと思うので、あそこで勝てたことは本当に大きかったと思います。だが、続く徳島戦から新型コロナウイルスの影響により、チームは多くの選手を起用できない状況でリーグ戦を戦うこととなった。決して試合ができない状況ではなかったですし、それをそう、ああいうふうな状況になってしまったことを言い訳にするつもりもないので、ただただ自分たちの力不足なのかなと
まあ、そういう時だからこそ、よりチームが一つになって、もっと死に物狂いで戦う姿を見せて、勝つことができれば一番良かったかなと思います。第32節の愛媛戦は登録可能なメンバーが上限の18名に満たず、17名で試合に臨んだジュビロ。それでも選手たちは前を向いて戦い続けた。まあ、なかなか試合に絡めてなかった若い選手が、まあ、チャンスをもらえる一つのきっかけになりましたし、こうね、普段出てなかった選手がチームに貢献してくれたっていう部分では、まあ、チームとして成長する一つのきっかけにはなったと思います。もちろん、普段から応援していただいているサポーター、スポンサーさんの方々には、本当に、まあ、結果もそうですし、こういうことになってしまったことは大変申し訳ないとは思います。まあ、だからこそそんな状況でも、まさにチーム一丸となって勝利という結果をつかみ取ることができなかったのが本当に悔しかったです。目標としていた J1 復帰を逃してからも、来季を見据え目の前の試合を全力で戦ってきたジュビロ。第37節の千葉戦ではチームの成長がはっきりと感じられるゴールが生まれた。ああいった狭い局面でもパスの質だったり動き出しの質で、崩せるんだよっていうのを、まあ、より言葉で説明するより、ああいったプレーで、まあ、サポーターの方々とかに表現できたのかなと思います。この試合の1点目には小川大輝個人としての成長が現れていた。松本のクロスに左足で合わせ今季初ゴールをマーク。小川はあのエリアに走り込んでいたことがこの得点につながったと考えている。本当にあそこに走り込もうっていう話を、マサクになってから、たくさん話してましたし、まあ、ハットさんがこう映像でこういう局面はやっぱここに入ってきてほしいとか、こういう局面はもっとこっちに外で張ってて仕掛けてほしいとかっていうのをもう何シーンも見てやっていたので、それが本当に実を結んだゴールだと思います。個人のミーティングでもうハットさんが僕のためだけどお前のために作ったんだよっつって何周もカットして、ここはもっとこういうポジショニングを取ったりとか、こういうふうに動き出したりとかっていうのを作ってくれて、それを何試合も毎試合終わるたびにやっていて、まあ今ワイドのポジションやってますけど、過去にもそこのポジションやったことありますけど、求められてるものは全然今までのものとは違うので、ポジショニングであったり動き出し、サポートの質、アングルとかっていうのはより攻撃的になっていく中で、まあ、僕はまだまだこう試合から試行錯誤をして、それこそハッツさんとああだこうだ話しながらやっていたのが、よりハマった瞬間があのゴールだったと思います。ホームゲームでは8試合負けなし、さらに最後の7試合で5勝を手にするなど、上り調子でシーズンを終えたジュビロ。小川自身もチームの成長に手応えをつかみつつある。まあ、そうですね、まあ、自分たちでボールを握る時間を増やすという意味では、まあ、みんな本当に自信を持ってボールを持てていると思いますし、3人、4人、5人と人を絡んでサイドを崩してゴールを奪うという意味では、それが体現できたゴールも何個かあったと思います。まあ、本当に自分たちがやろうとしているサッカーがより成熟されてきているのかなというふうに思います。そうですね、まあ、今週はまずは、自分昇格できなかったということは、まあ、サポーター、スポンサー、応援してくださる方々に対して本当に申し訳なかったなと思います。まあ、監督も変わりサッカーも変わりいろいろなことが、ありましたけど、まあ、その中でも、まあ、ここ終盤にかけて、少しずつ、内容も結果も出てきていると思います。まあ、サポーターの方々は特にね、
なかなか結果が出ないことに対してすごくもどかしさであったりとか不満、不安、いろいろあると思いますけど、まあ来シーズン、絶対に J1 昇格するんだっていうそういった目標を、まあ、選手だけではなく、サポーターの方々も同じように一つになってその目標に向かって、力を貸してもらえればなと、さらなる熱い応援をしていただければなというふうに思います。